2017年8月、大月町で撮影された映像です。画面中央の上に注目。水面からひょこっと顔を出す生き物の姿が。撮影したのは社会人と学生4人で構成する県内の任意団体です。たまたま私たちキャンプ、釣りキャンプをしてて、目の前にカワスが突然出てきたという、そこからが始まりです。2016年の夏、大月町の海岸で偶然カワウソらしき生き物を見かけたのをきっかけに、大原さんたちは日本カワウソの撮影に挑戦しています。環境省により2012年に絶滅種に指定された日本カワウソ、1979年に須崎市の新城川で目撃されたのを最後に、生息を裏付ける確実な情報が確認されたことはありません。大原さんたちがカワウソらしき生き物を確認したのは4年間で合わせて10回。最新の写真がこちらです。画面の右端、顔の形ははっきりしませんが、カワウソらしきシルエットが足や尻尾まで写っています。果たして絶滅種の日本カワウソなのか。体長はおよそ1メートル20センチ。大原さんによりますと、もし動物園などで飼育されているコツメカワウソなら体長60センチほどのはず。ハクビシンなら尻尾の形が異なるはず。よって日本カワウソではないかと訴えています。これに対し野市動物公園の多々良正規園長は、カワウソの一種だという可能性はあり得るが、画像が不鮮明で日本カワウソだという確証はないと話しています。